皆さんこんにちは、たっちゃんがんばチャンネルです。今日はですね、はい、YouTube 名8バックナンバー、最高さんですかね、はい、で、こちらの方から無償提供品が届きました。あ、隠れんだよ開封しちゃいます。まだ未開封です。はい、いいですか。すいませんがハサミを入れさせていただきます。はい、出ました。それで、この中に、お手紙が入ってました。では読まさせていただきます。はい、ちょっと切れちゃってますね。はい、まあいいでしょう。大ちゃんがんばチャンネル様、いつも、プレイ動画を参考にさせてもらってますと。なんていうのかな、プレイ動画はためになるというよりも大ちゃんがやりたいことをやっているわけですよね。はい、パパがやりたいのもまあ出してるけど、まあ、ほとんど大ちゃんがやってみたらっていうのを無理にやってます、はい、ので、参考になってるかなーっていうのはちょっと微妙だけど、まあ参考になってると言われると嬉しいですね。はい、はい、大ちゃんやる気出ますね。そうしたらね、はい、参考になってるそうです、はい、大ちゃんのプレーが、うん、まあね、とても嬉しい限りです。で、その続き読みますよ。私は大ちゃん賞が一番当たってほしいです。大ちゃん賞ってなんだ。大ちゃんをあげればいいのか。弱いカードですが当たることを願っていますと。で、お体に気をつけてこれからも頑張ってください。そうなの、パパたちね、風邪ひきましたね。大ちゃんのせいだよ、パパに移したの。違う、誰のせい。パパのせいか。そうか。で、ここに8バックナンバー最高さん、はい、確かに、カード届きました。今から紹介させていただきます。はい、まず最初はボジータシリアカーキャンペーンだ。これはキャンペーンですか。これはですね、あ、ギャラクシーかなの3段かなんかのキャンペーンですね。はい、はい、パパがベジット派で、あなたはゴジータ派でしょ。ゴジータ GT だな。ゴジータ GT が好きなの。ゴジータが好きなの。そう、あ、そうなんだ。そっか、あれが好き、デブッチョが好き。あ、ゴジータのに失敗するやつ、あのベジットに失敗するとか、ああいうやつ。あ、わかりました。はい、で、これのアビリティね、4ラウンドスパーキングでしょ。で、ダメージ4倍というやつですね。はい、知ってますか。で、2ラウンド目ね、あれ2ラウンド目じゃない、ラウンド開始、自分チームの HP が 50% 以下になっていると敵に与えるダメージが 1.2 倍になるという永続ですね。ですね、これはね、あのスパーキングのこの4ラウンドって、これはちょっと問題があるんだけども、この極限のバトルというのは使えるんですよ。うん、HP50% 以下になってればいいんだから、それは 1.2 倍のダメージ。使い勝手としてはまあいい方だとパパは思ってる。結構使うんだパパは、 1.2 倍ダメージ。はい、次です。ベジータ、ギャラクシーの10段ですね。で、このベジータ持ってないですね。はい、このベジータはバーサーカーで、ロックオン2倍のダメージを与えるんですね。はい、はい、そしてデストロンガス中和カプセル持ってるよ。プレッシャーユニットがあって、敵チーム全員のチャージスピードを速くするって、これは結構使えると。今度ね、スーパーレアで全員スーパーレアで超ボスあたりやってみましょう。結構簡単に倒せたりするんですよね。はい、次、はい、早いよ。ゴールデンフリーザ、はい、で、ゴールデンフリーザはこれは、ゴッドミッション2段のキャンペーンですね。こんな感じです。これは嬉しいよパパ。では次はゴジータですね、はい、このゴジータは気力解放ユニット持ちのロックオンバーストですね。このロックオン知ってる。うん、敵のガード1、
ん、これか。ちょっと見なかったことにしよう一回。スーッと、はい。これね、ロックンバースト結構使えるんですね。ロックンした時の感じ。そのラウンド中のみ1にできるじゃない。で、敵に与えるダメージがアップされる。これはバーストの分ですよね。で、気力解放ユニットは自分チームの戦闘力が 1.5 倍になるということで、エナジーね、コストが5個っていうのがちょっとな気になるなっていう感じかな。そして、サポーターにした時、この修行の成果ですね、通常の気力回復量が通常の2倍になる永続です。これが、弱流ミッションの4弾ですかね、ジェーム4弾のキャンペーンです。あ、いいですね。で、はい、おーだよね、これはね、これはすごいわ。孫悟空 GT ですね、はい、はい、ジェームの6弾かな、確かのシクレですよね、スシノエリート、時空転送で、はい、まあアバターがいる時ですよね。で、自分チームのヒーローエナジーが、9個以上の時はダメージ超アップっていう、このカードはすごいですよ。10個以上。ちょっとスリーブからちょっとだけ見せましょう。このカードはねすごいんですよ。超アップっていうけどめちゃ超アップなんですよね。これ10倍カメハメハ、これ、うん、ラウンド終了で自分チームの HP が敵チームよりも少ないと自分チームのヒーローエナジーをプラス1という、HP 敵チームより少ないって、まあ超ボス、ゴッドボスあたりだったら大体少ないから毎回プラス1になっちゃいますね、はい、これはねすごく使えると思います、はい、超ユニの時もこれ使って超ユニットは、そうですね、あ、この前無償提供してもらったもんね。だから2ラウンド目こいつも使って超ユニ発動しましょうか、はい、あの超ユニって久々だっけ、動画で出したことはあるね多分ね。でもこのカードのこの輝きといいすごいよね、やっぱりシクレなんだね。この輝き見てみなよ。寿司の寿司の方が気になる、うん、あ、そうか、あんまり興奮しないでください。はい、座ってください。いいかな、座ってこれスリーブに入れてください。はい、では今回はね、8バックナンバー最高さんから、とても素敵なキャンペーンとスレアとUR、シクレですね、アルティメットシークレット、まあ、シークレットレアと言われてるやつですね、はい、無償していただきました、はい、では今回はこれで紹介は終わります。これで紹介は終わります。 See you! グッパーチャンネル登録よろしくね。バイバーイ、バイバーイ。